ベレシチャーギン像、シップカの戦場、バシーリー・バシーリエビチ・ベレシチャーギンは、ロシアの画家、聖は、ベレシャーギンとも転写し得る、バシーリーは、ワシリー、ベレシチャーギンは、ベレシチャーギンとも表記される。ロシア帝国の中央アジア征服や、ロト戦争に従軍して、戦場をテーマとした作品を数多く残す。日露戦争で、取材のため乗っていた戦艦が沈没し死去、敗北。 パニヒダ、ベレッシャーギンによる、ロト戦争の一場面を描いた、油彩が、膨大な数の兵士たちの遺体を前に、聖教会の司祭が振り航路を振りつつ、パニヒダを捧げている、ロシア帝国ノブゴロド州チェレポ別に、豪能の息子として生まれる、8歳の時、両親の希望で軍の幼年学校に入れられた、1853年、サンクトペテルブルクの海軍士官学校に入学。 1858年にフリゲートカムチャッカ号で西ヨーロッパやエジプト訪問。1859年に士官となるが、軍を辞めて翌年からペテルブルク美術学校で学ぶ。優秀な成績だったものの、授業方法を退屈に思い3年で退学。ティフリスに長期間滞在した後、フランスに渡り、ピレネサンム役などを訪ね、パリに1年間暮らす。パリでは、 エコールデ・ボザールに学び、ジャン・レオン・ジェロームに支持する。画家として彼はフランス派に属し、精密な描写、鋭い造形、そして柔らかで明るいカラフルな色調の組み合わせを特徴とした。1867年、コンスタンティン・フォン・カウフマン将軍によるトルキスタン遠征に従軍し、サマル・カンド攻撃などを目撃。1868年にカウフマン将軍の公演で、 トルキスタンをテーマとした古典を開催した。1870年はドイツ帝国ミュンヘ編に滞在し、従軍中に描きためたスケッチや研究を絵画として完成させる作業をした。彼の関心は戦闘場面よりもむしろ中央アジアのエキゾチックな建築や風俗に向けられた。1874年にはインドに長期旅行をし、イギリスに植民地支配される。 インドの実態を見分する。1877年、ロト戦争に従軍。司令官の計らいで副官の地位と軍内で自由に行動する権利を与えられ、シップカ峠の戦いを目撃。プレベン攻略戦では、兵士として従軍していた彼の兄弟が戦死、自身も重傷を負った。この悲惨な戦いは、彼の世界観を変えるものだった。ボロジノのナポレオン、戦争の結末以後、 彼は平和主義者として戦争の悲惨さを現地でのスケッチを元にした写実的な絵画で表現していくことになる。そのため戦争を描いた彼の絵には死者、負傷者、略奪、野戦病院、雪に埋まった兵士の遺体などがよく登場する。こうしたテーマは普段絵画や美術に関心のない人々をも引きつけた。また彼の民主主義的思想は移動派に近いものだった。 それまでの英雄さんだった戦争絵画に哲学的な意味を持たせるようになった。原作が多くトルキスタン遠征、ロト戦争、ナポレオン・ボナパルトの進行を迎え撃った祖国戦争をテーマに描いたものがある。特に後者からはボロジノの戦いを描いた代表作、ボロジノのナポレオンが生まれている。彼の絵は戦争をテーマとしているゆえにプロパガンダに利用されることもあった。 別の代表作、戦争の結末は、頭蓋骨の山を描いたものであるが、1980年に出版されたアルメニア人虐殺について書かれた本の表紙に、1916年、西アルメニアにおけるトルコによる残虐行為というキャプションをつけて掲載され、後にベレシチャーギンの作品であることが判明している。ゴルゴファのユーベバシーリー・ベレシチャーギンによる、 ハリストスの埋葬準備の後継、1881年から翌年にかけて、オーストリア・ハンガリー帝国首都イーニや、ドイツ首都ベルリンなどに長期旅行に出かける。当時で滞在中のドイツ西部のバート・エムスでは、聖アレクサンドラ教会の祭壇に、キリストの復活を描いた。さらに1884年には2度目のインド旅行を行い、シリアやパレスチナにも足を伸ばした。 パレスチナの聖地を訪れた彼はキリストの生涯を描いた一連の作品で、それまでの西欧におけるヨーロッパ化されたキリスト像ではなく現地で実際に見分した風俗や風景を描き込んだ自然主義的な手法を持ち、キリストを中東の人間として描いて物議を醸した。彼の足はさらに故郷ロシア、東ヨーロッパ、さらにアメリカ合衆国にまで伸びる。 アメリカから米西戦争の戦場となっていたキューバ、フィリピンを訪問。さらに1903年に日本の京都や日光を訪問。日本の文化や歴史に親しみ、帰国後に日光道将軍や和服姿の女性像などを絵に描いている。ところが1904年に彼の母国ロシアと日本の間で日露戦争が勃発。彼はロシアの咀嚼地で、 軍港と要塞があった旅順に移る。ここでも従軍した。彼は、旅順艦隊司令長官ステパン・マカロフに招待され、その機関である戦艦、ペトロパブロフスクに乗り込み、戦争の風景を描いていた。しかし4月13日、ペトロパブロフスクは、日本軍の付設した機雷に接触。食来からわずか数分で、火薬庫が爆発したため、マカロフやベレシチャーギンはじめ、 乗組員のほとんどが戦死した、ベレッシチャー・ギン最後の作品となったマカロフの爆僚会議の様子を描いたスケッチが波間に漂っているところを無事拾われたという。彼の死は敵国日本でも報じられ、皇徳周水や中里海山が追悼文を残している。ありがとうございます。